春日は日本国有鉄道及び分割民営化後は東海旅客鉄道及び西日本旅客鉄道が名古屋駅奈良駅港町駅間を関西本線で運行していた列車である。なお本校では中京圏と近畿地方を関西本線経由で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。春日のルーツは戦前大阪電機起動。 三宮急行電鉄に対抗して国鉄が1930年10月から運転を開始した快速列車にまで遡る。この列車は名阪間の速達列車として輸送量の逼迫していた東海道本線に代わり名阪間を最短距離で結ぶ関西本線に設定されたものであった。第二次世界大戦中における運行中止を経て1949年6月に 臨時準急列車として復活し、同年9月に定期列車化された。関西本線の名古屋駅港町駅間は、東海道本線名古屋駅大阪駅間よりも距離が短い。しかも、関西本線と並行する東海道本線及び近鉄は、それぞれ電化の未完了、途中駅での乗り換えというハンディキャップを追っていた状況下で、この準急列車も、 名阪間輸送の一端を担った。1955年3月には、優等列車として、初めて機動車を投入し、翌年の1956年7月に行われたスピードアップでは、天王寺駅名古屋駅間の所要時間が2時間39分に短縮され、近鉄のそれに差をつけた。しかし、東海道本線の電化が完了すると、同線に設定されていた、特急、 ツバメ、鳩や新設された、電車準急、比叡などに所要時間で引けを取るようになり、さらに近鉄も新車両投入、途中駅での乗り換えの解消などで所要時間を短縮し巻き返しを図るようになったことで、1960年代以降、春日ガローカル急行の地位に甘んじることになる。浜湯、平安など、関西本線を経由して、 他地域に向かう順急と並結を開始したこともあって、所要時間は延び、特に機動車快速網の整備も進んだ、奈良駅港町駅間の利用率は悪くなった。さらに、東海道新幹線や名阪国道の開通がそれに追い打ちをかけ、年を追うごとに利用者は減少していった。1963年10月から、名古屋駅奈良駅間で運転する列車が新設されてから、 港町駅まで運転される列車の減少は続き、1968年10月には、上り一本を残して、奈良駅西が快速列車に格下げされ、1973年10月に、奈良駅港町駅間の電化が完成すると、全列車が奈良駅発着となった。その後、休行列車の体調の流れの中で本数が全減。閉結車両の廃止。 キハ75への交換などで所要時間は前世紀の水準に戻ったが大きな改善は行われなかった。残る1往復も2006年3月に廃止された。1949年9月の定期列車化の時点で当時の地方幹線としては異例の3往復体制であった。1980年に関西本線、白浜の一部区間を吸収する形で折り3本。 上り5本が運転されたが、1982年5月に、名古屋駅、亀山駅間の電化によりに往復に、1985年3月に、1往復にまで減少した。1985年3月以降は、名古屋駅を朝出発し、夕方に戻るダイヤを組んでいた。関西本線、河原田駅奈良駅間を走行した最後の、優等列車で、 JR 東海管内を走行した最後の中高急行列車でもある。また、春日の廃止に伴い、奈良県内の鉄道路線から起動車による定期旅客列車が消滅した。これは、全国でも神奈川県、東京都に次いで3番目である。同時に、奈良県内からの JR 定期優等列車の消滅にもなり、これは JR 路線を有する都道府県で唯一のことである。 名古屋駅、桑名駅、四日市駅、亀山駅、杉駅、銀河上野駅、奈良駅このほか、梅の時期には、月ヶ瀬口駅に、桜の時期には、笠木駅に、臨時停車したこともある。木ハ58.6号型で運転されていた頃の、かすが、運転開始当初は、蒸気機関車によりスハ43系などの客車が、牽引されていた。 1955年からキハ50系の機動車が試験的に導入され、1956年からキハ51系の投入により全列車が機動車化された。1957年からキハ55系機動車を投入して居住性を向上させ、1973年にはキハ58系に置き換えられて全車冷房化されたが、1982年には 利用率が低下したグリーン車の連結が廃止された。1986年以降は、キハ58系、キハ65系の運用となり、また、指定席の連結も開始された。キハ58系、キハ65型については、民営化後に、新幹線0系電車のシートを使用して、グレードアップが図られている。1999年には、 キハ75系機動車に置き換えられ、3、扉車、転換クロスシートの移植の急行となった。そのまま廃止島で運行された。廃止直前においては、基本的に2両編成であったが、他客機には4両編成で運行された。また、JR の中高急行では、最後の座席指定席が連結されていた。車両は、JR 東海名古屋車両区に所属し、現在も、 快速、三重で使用されている、キハ75型を使用し、三つの扉の内中間の扉を締め切りとした上で、各座席に布製で、個別のヘッドカバーをつけて、快速との差別化を図った。205プラス305と206プラス306の編成が限定して使用されていた。当列車の廃止直前に運転されていた、急行列車の中では唯一、 分割民営化後に申請された車両が投入されていたが乗客像には結びつかなかった。名古屋駅、京都駅間を結ぶ準急列車として1962年に運転を開始した。当時すでに東海道本線の線路容量が逼迫していて名阪間にこれ以上列車を増発する余裕がなかったのと米原駅経由よりも関西本線、草津線経由の方が 最短経路であるため、京都市、大津市三重県北勢地域などといった新たな需要が期待されて運転されたが、同区間では、前原駅経由で、すでに準急、比えが電車で8往復、所要時間も約2時間で運転されていたのとは対照的に、平安は、起動車でも2時間25分を要していた。 1966年に急行列車化されたが、1968年に、桑名駅発着の一往復が廃止され、以降は、名古屋駅、津杉駅間で、春日と並結運転して運転されていた。1985年に運転区間の変更により、島に統合されて廃止された。列車名は、794年から1869年まで、京都市に置かれていた。 平安系が由来となっている。アスカは、1965年3月、特急、黒潮が運転を開始したのに合わせ、黒潮で使用されていた車両の間合いを活用して運転された特急列車である。名古屋駅東和歌山駅間で運転されたが、天王寺駅を経由せずに、半和貨物線を経由して、関西本線に乗り入れていた。アスカの運転開始に合わせて、 有等列車が一本も停車していなかった、金岡駅が堺市駅に解消され、食堂車が連結されるなど、旅行需要の開発が行われたが、車両運用の都合を優先したダイヤ設定で、利用者のニーズに合わなかったこと、関西本線内は、カスがと、ほぼ同一の速度、所要時間で運転され、運転時間も似通っていたこと、料金も、カスが の方が安かったことなどから人気がなく、1966年春に食堂車の営業を休止、さらに同年秋には全車自由席として料金の値下げを行ったものの効果は全く見られず、1967年10月に廃止された。列車名は奈良県の中央部に位置する高市郡アスカ村あたりの地域であるアスカから取られている。アスカのヘッドマークには、 アスカの2文字が添えられていた。なお、アスカ以外で、ひらがなの列車名のヘッドマークに漢字が添えられていたのは、機動車特急時代の日立1 6 1系1 8 1系電車特急時代の時である。ありがとうございます。